1966年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第18回大会である。5月にモンジリックサーキットで開催されたスペイン GP で開幕し、富士スピードウェイで開催された最終戦日本 GP まで全12戦で争われた。1964年、1965年と2年間開催されたデートナでのアメリカ GP は、 春先のまだ寒い時期ということに加えて、ヨーロッパスタイルのレースがアメリカの観客に受け入れられずに数千人の観客しか集まらず、カレンダーから外されたため、この年のグランプリは再び全12戦となった。ただし 250cc クラスがすべてのグランプリでレースが行われたのに対し、50cc クラスのレースは半分の6戦しか行われていない。また、 例年6月に開催されるマンシマ TT レースは船員のストライキの影響によりシーズン終盤の9月開催となった。最終戦日本 GP の舞台は鈴鹿サーキットからこの年に完成したばかりの富士スピードウェイに移っている。ホンダの 500cc マシン RC181 この年は1959年から始まった。 ホンダのロードレース選手権での活動が一つのピークを迎えたシーズンである。以前から噂されていたホンダの 500cc クラス参戦がこの年ついに現実となり、初めて全てのクラスにワークスマシンを送り込んだ。大排気量クラスではメガボルト、アグスタの3気筒が中小排気量クラスではヤマハやスズキの2ストローク勢がライバルとなったホンダはチームの中心的存在だった。 ジムレッドマンが手がでシーズンを棒に振るというアクシデントがあったものの、メガボルト・アグースタから移籍したマイク・ヘールウッドが、レッドマンの後を引き継いで、軽量級のエースライダーであるルイジ・タベリと共に活躍し、3つのライダースタイトルに加えて5クラス、すべてでマニファクチャラーズタイトルを獲得するという快挙を成し遂げた。そしてこのシーズン終了後、 ホンダは当初の目的を達成したとして 50cc クラスと 125cc クラスからの撤退を発表したのである。そのホンダワークスは富士スピードウェイで行われることになった最終戦日本 GP を欠場した。富士の30度バンクが危険だからというのがホンダの主張だったが、ホンダのグループ企業でもある鈴鹿サーキットから開催権を奪われたことに対する抗議だとする見方もあった。 ホンダがマンを持たして最高峰クラスに送り込んだマシン RC181 はこれまでのホンダの6気筒 250cc や5気筒 125cc からすればオーソドックスとも言えるクー4気筒のマシンだった。しかしこのマシンは80馬力以上というクラス最高のパワーを発揮しこのマシンを狩るジムレッドマンは開幕戦の西ドイツでメガボルト アグスタの古い4気筒に乗るジャコもアゴスチーニに30秒近い差をつけてホンダに 500cc 初勝利をもたらした。対するメガボルトアグスタは第2戦のオランダで 350cc の3気筒を 420cc まで拡大したマシンを投入した。メガボルトアグスタの3気筒はホンダの4気筒と比べてパワーでは劣るものの軽量化によって加速性能に優れ。 レースでは開幕戦と同じくアゴスチーニは、レッドマンに続く2位となったが、その差は2秒差にまで縮まっていた。そして第3戦のベルギーで、レッドマンはクラッシュして手首骨折の重傷を負い、アゴスチーニが今季初優勝を飾った。レッドマンの戦線離脱によって、ホンダの機体は移籍したばかりのマイク・ヘールウッドが担うことになったが、ヘールウッドはシーズン当初から、 マシントラブルに泣かされ続け、第5戦チェコスロバキアでのシーズン初優勝が、今シーズン最初のポイント獲得だった。その後フィンランドでアゴスチーニが2勝目を挙げた後、ヘールウッドが、アルスター、マンシマと連勝して、アゴスチーニとのポイント争いで2点差にまで迫ったが、最終戦のイタリアで、ヘールウッドがまたしてもマシントラブルでリタイアし、優勝したアゴスチーニが、初タイトルを決めた。 マニファクチャラーズランキングでは、アゴスチーに一人のメガボルトアグスタが参照に、終わったのに対し、レッドマンとヘールウッドの二人で5勝を挙げたホンダが参戦初年度に、して、タイトルを獲得した。大怪我を負った、レッドマンはシーズン中に復帰を試みたが叶わず、この年の終わりには、モーターサイクルレースからの引退を決意した。ホンダは、前年のチャンピオンマシンの設計を大幅に見直し、 さらに出力を高めた上に信頼性を向上させた新型マシンを 350cc クラスに投入した。このマシンを得たマイク・ヘールウッドは開幕から3現象を飾り、前年のチームメイトであるメガボルト、アグスタのジャコモ・アゴスチーニを圧倒した。第4戦の東ドイツ GP ではヘールウッドがマシントラブルによってリタイアし、アゴスチーニが一種を報いたが、 チェコスロバキア GP 以降は再び、ヘールウッドが3連勝して、第7戦のアルスター GP で早々にタイトルを決めた。ホンダが出場しなかった、最終戦にはヤマハが 250ccv 型4、気筒の RD05 の排気量を拡大したマシンで出場し、フィルリードが 350cc クラスでの初勝利をヤマハにもたらした。この年、 ホンダが最も多を圧倒したのが 250cc クラスだった。前年の最終戦で初めてホンダの6気筒に乗ったマイク・ヘールウッドはハンドリングや車体構成に関する様々な注文をホンダに出し、マシンは冬の間に大きく改良された。そしてヘールウッドはこのマシンを買って出場した10戦すべてに優勝してタイトルを獲得したのである。 前年のチャンピオンであるヤマハとフィルリードは、前年終盤に、デビューさせた水冷、V 型4気筒 RD05 の改良型である、RD05A で戦ったが、マシンの熟成に手間取って、ヘールウッドの後陣を廃し続け、ヘールウッドに大きく引き離されてのポイントランキング2位に、終わった。エルタベリのホンダ RC149 前年、チャンピオンの鈴木、前年最終戦に、 デビューさせた5気筒マシンをさらに強化したホンダに加え、ヤマハが 125cc クラスへのフル参戦を開始した。ヤマハは前シーズンに数戦を走った水冷2気筒の RA97 をフィルリードとビル・アイビーに託し、開幕戦ではアイビーがホンダの類似食べりを抑えてグランプリ初優勝を挙げた。第2戦の西ドイツではホンダの食べりとラルフ・ブライアンズが1.2フィニッシュを 飾りヤマハのリードは3位。第3戦ダッチ TET ではアイビーが2勝目を挙げた。ヤマハはシーズン途中に 250cc の RD05 をスケールダウンした水冷 V 型4気筒の RA31 を投入したが、このマシンの一部に欠陥が見つかったために、再び RA97 に戻されるというアクシデントがあり、その間に食べりは、 第4戦東ドイツからの4戦で3勝を挙げて、アイビーを引き離した。第8戦、万島ではアイビーがタベリのマシントラブルにも助けられて優勝し逆転タイトルに望みをつないだが、タベリは第9戦イタリアで5勝目を挙げてこのクラス3度目のタイトルを決めた。前年10勝という圧倒的な強さでタイトルを獲得した鈴木は、一転してこの年は1勝も挙げることができず片山。 ヨシミが二度二位になるのが、精一杯だった。アール・ブライアンズのホンダ RC11650、CC クラスでは前年と同様に、鈴木の2ストローク水冷に気筒とホンダの4ストローク空冷に気筒の熾烈な争いがシーズンを通して繰り広げられた。開幕戦のスペインでは、ホンダのルイジ・タベリがまず一勝を挙げ、鈴木のハンス・ゲオルグ・アンシャイトが、 ホンダのラルフ・ブライアンズとの接戦を制して2位に入った。続く西ドイツでは、アンシャイトが鈴木での初勝利を挙げ、第3戦ダッチ TT ではタベリがブライアンズとの1点にフィニッシュで2勝目を挙げた。アンシャイトは、第4戦、マンシマ、TT でノーポイントに終わったものの、第5戦、イタリアで2勝目を挙げた。この時点で、タベリとブライアンズの2人で3勝を挙げていたホンダが1戦を、 残して、マニュファクチャラーズタイトルを決めたが、ライダーズタイトルの決定はすでにホンダがボイコットを表明していた最終戦日本 GP に持ち越されることになった。タイトルの可能性を残していた食べりは、個人資格での日本 GP への出場をホンダに願い出たが聞き入れられず、日本 GP では、片山芳美がグランプリ初優勝を飾り、2位となったアンシャイトが、 初めてのタイトルを獲得した。タイトル獲得のチャンスを逃し、すでに30代半ばを超えていた食べりは、ホンダの軽量をクラスからの撤退に歩調を合わせるように、シーズン終了後に引退を発表した。この年、日本のブリジストンが、水冷2機等で14段変速機を持つマシンを、グランプリに送り込み、ダッチ TT と日本 GP ではポイントを獲得している。500cc クラス。 編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集五0 c c クラス、編集百5 0 c c クラス、編集2 5十 c c クラス、編集二十五 c c クラス、編集 50cc クラス、編集。ありがとうございます。